沙織さんどうしたんですか？浮かない顔しちゃって、ほらスマイルスマイル。そうだぞ沙織君、君はな、もうちょっと愛想よければ華やぐのにと俺は常々思ってたんだ。なんかお客さんたちって沙織さんと初対面じゃないんですか？そういえば確かに、なんかちょっと時々ね。どうなんでしょう、僕たち知り合いだとなんかまずいんでしたっけ？まずくはないですけど、私たち初対面じゃないですか。おかしな先生。初対面って俺たちがか？やだ、もうどうしたんです二人とも。メグさんとクニコさんが変な目で見てるじゃないですか。別にそういうわけじゃないけどさ、でもなんか不自然は不自然だよね。もう源田先生、初対面でこんなことさせちゃうからみんなを勘違いさせるんですよ。かわいい、声もっと出していいよ。いやそんな。いいな、ずるいですよ先生。あら源田先生、私こんなにだらしなくなってきちゃった。初対面なのにはしたない？だらしないの？そうかな。だらしないですよこんなの。だからお願い、沙織を叱ってくださいな。じゃあどんなお仕置きがいいか言ってごらん。ちょっと先生、何ですかお仕置きって。離れなさいって。ねえ星野先生、今夜は楽しく酔いすぎちゃったみたいね。すっかり仕事を忘れちゃって。ほら頭ぼーっとしちゃって。可愛い顔して何考えてるの？いけないこと考えてたかも。星野くん、おい、なんかケチからんぞ。これ聞いてんのか二人とも。私たち不自然だって。星野先生、沙織さん、でも私自分を抑えるのがうまくできなくって。沙織はいけない子なのかな。星野くん、おい、なんかケチからんぞ。これ聞いてんのか二人とも。ねえちょっと、俺らのとこにもあの子呼んでほしいんだけど。かしこまりました、沙織さんをご指名でございますね。俺も来てもらいたい。待てよ、こっちも頼みたいんだけど。いや、これは皆様お待ちください、順番にお伺いしますので。大型新人、期待以上だったみたいね。マジか、すごいねこれは。